はい、もちろん野口さん、はい、世界記録を2人でこう塗り替えるというね、そういうレースになるのは十分に予想がつくんですよね、はい、そうですね、まあ、しかしものすごくレベルの高い争いになりますね、はい、さあ決勝種目です。日本の大西純子が登場しました。女子の 100m バタフライの決勝です。これから決勝種目が2つ続きます。今回の日本女子チームの、まあ、最年長の大西純子、初めてのオリンピックで決勝に残りました。準決勝6位のタイムで決勝に進んできました。 100m のバタフライの決勝、1コースからオーストラリアのスーザン・オニール、この大歓声人気のオニールです。そして2コースにスロバキアのマルチナ・モラフコワ、24歳、世界に名前を広げたのが97年、3年前のパンパシフィックでした。4つの金メダルを取りました。そして3コースがアメリカのジェニー・トンプソン、自由形とバタフライ。100m のバタフライは去年のパンパシフィックで世界記録57秒88を一度打ち立てました。そして今世界記録を持っているのがこのオランダのインヘ・デブルイン、56秒64という世界記録です。まあ、トレーニングアメリカで行っている選手ですね、はい、地元オーストラリア、もう一人はペトリア・トーマス、アトランタは 200m のバタフライで銀メダルでした。今年のオーストラリア選手権のチャンピオン。さあ、ベテランのアメリカのダラ・トーレスです。今画面は稲田を撮っていますが、6コースのトーレスが今紹介されました。そして7コースが日本の大西純子です。7コースが日本の大西純子です。予選は59秒11、準決勝59秒04、6位のタイムで決勝進出。決勝は日本記録を破りたいと言ってましたね、はい、日本記録はあの青山あやりが持つ58秒79、これはしかし、おととしの世界選手権ですが、この時は潜水の制限がありませんでした。今は15メートルになって、さあ大西がその日本記録に挑みます。ルーマニアのモカヌが8コースです。女子 100m バタフライの決勝、世界のデブルインにも注目ですが、大西にも期待したい。スタート、好スタートを切ったのはトーマスです。オーストラリア、そしてオランダのデブルイン。前半は日本の大西は現在は6位から7位です。先頭争いはオランダデブルイン出ました。プールの中央通過、3コースのアメリカのトンプソンも出ています。トンプソンとデブルイン、現在大西は7コースですが7位から8位、50のターンです。4コースのデブルインが取りました。世界記録よりは0秒30遅れています。日本の大西は7位でターンしています。大西は後半の追い上げです。先頭デブルイン、体一つのリード、プールの中央です。3コースのトンプソンも上がってきた。そして6コースからトーレスも上がってきています。デブルイン先頭、世界記録を持つデブルイン先頭で残り 10m を切りました。現在大西は7位争い、1着でゴールイン、1着はデブルイン、56秒61のまた世界記録が生まれました。世界新記録です。そして稲田は、大西は6位でゴールインしました。大西純子は6位でゴールインしました。大西選手前半割と早めに入ったんですけどもね、はい、後半少し疲れたかなという感じのレースでしたね。しかしそれにしてもデブルイン選手、前半自分の持つ世界記録のペースから少し遅れたんですけども、はい、まあ、かなり勝負を意識、後半を意識してのことだと思いますけどもね、後半の伸びが素晴らしかったですね。56秒61は自分自身の持つ世界記録を100分の3秒また縮めました。そして日本の大西純子は6位に入って、記録は59秒13、残念ながら日本記録の更新はなりませんでした。まあ、しかし日本の大西も初めてのオリンピック、25歳で、まあ、一時はもうこのオリンピック予選、日本選手権で
選ばれなかった場合は引退することも考えたという大西がこの世界の舞台で決勝に進みました。そして6位に入りました。6位入賞。まあ、野口さん、大西の健闘もた、はい、称えていいでしょうね。そうですね、やはり慣れない舞台というかですね、はい、まあ、オリンピックそう何度も出れるものでありませんからね、はい、そういった中でもですね、自己ベストにかなり近いタイムでね、はい、予選準決勝と泳いで、まあ、決勝はやはり、放送席大西純子さんに来ていただきました。6位という順位でしたが、終わってみていかがですか。いや、順位よりタイムを狙ってたんでちょっと残念です。59秒13というタイムですが、58秒台は出たかなと思ったんでちょっと残念ですね。でもものすごい世界記録が出た素晴らしいレースにいい経験になったんじゃないですか。そうですね、はい。日本の皆さんに一言お願いします。ご声援ありがとうございました。まだまだ最年長の大西さんですから、これから日本の競泳陣レースがいっぱいあります。日本選手をまとめていってください。はい、ありがとうございます。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。放送席どうぞ。はい、大西純子、まあ、残念ながら自己ベストの更新なりません。目標としていた58秒台も出ませんでしたが、はい、まあしかしこの世界の最高の舞台に立って、そして6位入賞です。やはりね、こうベストパフォーマンスを出してくるというのは非常に難しいんですよね。まあ、決勝のもちろん優勝候補だったトンプソン選手も、はい、トーレス選手もですね、はい、このベストタイムより1秒2秒悪かったわけですよね、はい、ですからそういったことを考えると、いかにやはりオリンピックのファイナルで戦うということが難しいかと、はい、そういったことが分かるかと思います。まあ、その中でベストタイムにわずかに及ばないタイムながらも、はい、やはりこういった6位入賞というね、はい、結果を出してきた大西選手は立派だったと思いますよ。まあ、それにしてもオランダのインヘ・デブルインの素晴らしい世界記録56秒61がまた世界新記録が生まれました。